はい、始まったかな？今かな？今始まった？来た？ちょっと、あ、来た、はい、アプリの方にも来ました。いきなり打ち。はい、こんばんは。ダンボールなめこでございます。そしてみんなのヒーロー、なめこさんです。こんばんは。昨日に続き本日もミラティブゲーム実況配信ということで2日連続ですけれども、ちょっとね、皆さんが入っていただくまでしばらくお待ちください。はい、コメントいただければと思います、ね、気軽にぜひいろいろコメントください。あーとかいいとかうーでも何でもいいんで。さっき例えばあの配信の準備してる時に今日のニュース見たら、なんか日本各地で氷が降っていたそうで、ひょえしかもなんかすごいでっかい、ゴルフボールより大きいんじゃないかっていうぐらいの氷が、ボコスコ降ってて、皆さん大丈夫でしたか？僕リアル氷をあんま経験したことがないんでわかんないんですけど、なめこさんは氷って降られたことある？ある。どんな感じ？ボコボコ怖いよね。当たった？痛いね。やっぱ痛いんだ。そういえばなんかちょっとどっかにさ、へっこんでるとこがあるけど、それはひょうのせいなの？どうやらひょうに打たれて記憶をなくしてしまっているようです。はい、じゃあそろそろ始めましょうかね。はい、改めましてこんばんは。私、株式会社 B-WORKS でゲームを開発しております。違う、ゲーム事業部で広報を担当しておりますダンボールなめこと申します。どうぞよろしくお願いいたします。そしてこちらに呼ばすのがみんなのヒーローなめこさんです。うふうふう、こんばんは。あとね、なめこさんも申しておりますが、はい、こんな愉快な2匹でですね、楽しく配信をしていければいいかなと思っております。大体1時間ぐらいの配信を予定しております。でですね、今日は、どんなゲームを遊ぶかと言いますと、巣作りシミュレーションゲーム、その名もなめこの巣というね、ゲームを遊んでいきたいと思っております。前回昨日の配信ではなめこ発掘キット、ね、こちらは、発掘ゲームだったんですけれども、今日は巣作りシミュレーションということで、なめこたちが地下に巣を作っているというね、そんなゲームです。でその巣作りのお手伝いをしましょうというゲームになっておりますね。でですね、しかも現在ミラティブでは6月5日までこのなめこの巣、そしてなめこ発掘キットや元祖なめこ栽培キットの配信をして、ランキング上位に入るとミラティブ内で使える特別なリボンがもらえるというキャンペーンを開催しております。ですので今日ダンナメの配信を見た皆さんにはですね、ぜひ他の配信者さんのなめこの巣の配信、あるいはなめこ発掘キット、元祖なめこ栽培キットの配信も見に行っていただければなと思います。さらに、配信に興味を持った方はぜひ、ミラティブでですね、配信も自ら行っていただいたら楽しいんじゃないでしょうか、ね。まあ、今回ねこうやって顔出ししておりますが、ミラティブではもうアバターを使って顔出しなしで配信をできますので、ね、アプリをダウンロードしてぜひ皆さんも配信してみてください。ちなみに私ダンボールなめこは一応こんな感じですが、公式の中の人でございますので、ランキング対象外です。頑張って配信しておりますが、ね、効果不効果、ランキングは対象外ですのでね、皆さんぜひ私の代わりに上位に入っていただいて特別なリボンをゲットしていただければと思います。はい、まあね、最初のご挨拶はこれぐらいにして、もうゲーム実況は何なのか私はもうバッチリマスターしましたので、そんなはずはないでしょ。そんなはずはない、甘い考えが。皆さんどうですか、昨日の配信ご覧いただいた方いらっしゃいますか？どうですか、ちょっとコメントを見よう。
どうでしたか？楽しかった？つまんなかった？それかもっとこんな風にしてくれたらよかったのにみたいなことありますか？おすごい、見たよ、アーカイブで見ました、見ましたって、ね、たくさんコメントいただいております。可愛かった、昨日も見たよ、楽しかったよ、見たよ、楽しかった、楽しかった、ほらみんな楽しかったって言ってくれてるじゃないですか。楽しいは楽しいけど、まだまだできることいっぱいあるって。あ、じゃあね、そんなあのなめこさんの、まあ、叱咤激励というかご指導ご鞭撻を賜りながら今日も配信をしていけたらなと思います。はい、ではゲーム画面の方、スマホ画面の方に切り替えましょうか。はい、はい、では、はい、改めて本日遊びますのはなめこの巣という、こちら2017年にリリースした巣作りシミュレーションゲームです。まあ、どんなゲームなのかもう口で説明するよりは早速ね、実際にプレイしているところを見ていただこうかと思うんですけれども、今日はもう完全に最初からスタートします。なのでまっさらです。利用規約から、はい、見よ見よ、ちゃんと利用規約ね、はい、利用規約を、速読ができるんで、なんならもう大丈夫、この利用規約を作ってるのも我々なので大丈夫です、内容は。はい、お願いします。はい、どうしよう、ニックネーム、ニックネームどうする、旦那目でいい、旦那目でいいですか、なめこさん。はい、旦那目で OK。 さあ、あ、最初にねゲームデータを作成していただいて準備中です。かわいいですね、このウェイティング画面も。お、いきなり始まった。ある日不思議な手紙が届きました。なになに、ちょっとこの背景がいきなり気になるけど、ここは誰のお家なんだろう。どんぐりとかもみじとかがしおりに挟まってたりしてるけど。手紙の差出人はタケル、聞いたことのない名前です。ほうほう、あ、な、あ、手紙が出てきた。突然のお手紙ですみません、なめこに詳しい人がいると聞いてお手紙を書きました。ほうほう、もうタケルくんっていうのがなめこなのかな。僕たちの巣を作るのを手伝ってもらえませんか。人間の町みたいな暮らしやすい巣にしたいです。ほうほうほう、手伝ってくれる優しい人間を探しています、よろしくお願いします。なるほど、じゃあプレイヤーはこのなめこに詳しい人としてこのたけるくんに誘われて巣作りのお手伝いをしに行くということですね。手紙と一緒に地図が入っています。なめこが手紙を出してきて巣作りを手伝ってくれなんて、なんだか怪しい気もするけど楽しいことになりそう。ちょっと疑り深いですねプレイヤーは。はーい、ということで、あ、やっと来た、あ、もう街じゃん、めっちゃなめこ歩いてるよ。うふうふう、やあこんにちは、もしかして旦那目さん、来てくれてありがとう。僕の名前はタケル、ここに僕たちの巣を作るんだ。タケルや、ついに巣作りのパートナーを見つけたのじゃな。なんか出てきた。あ、師匠、旦那目さんだよ。そうかそうか、これで一安心じゃな。旦那目さんと頑張って立派な巣を作るよ。ふむ、巣作りの準備も済んだし、わしはそろそろ戻るとするか。それではタケルや、気を抜かずしっかりやるのじゃぞ。はーい、てん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 、ふむふむ、早速手作り工房っていう施設を建ててみようかな。身近なものを使っていろんなものを作る施設なんだって。何をするか忘れないように目標リストに書いておいたよ。開発ボタンを押して早速建ててみよう。お、メッセージ、手作り工房を建てよう、右下の開発ボタンを押して建てたい施設を選んでみよう、だって。はい、次は何するの？左下の目標ボタンを押して次の目標を確認、目標を達成して数を大きくしよう。なるほど、はい、こんな感じね、もういきなり導入から始まってしまいましたが、まあ、僕あのもちろんなめこの巣ゲームしたことあるんですけれども、もう2017年リリースってなると5年前、ね、丸5年前にあの遊んだこの一番最初の場所を今遊んでいるので、結構ね記憶が
ないですなので、ほぼ初見プレイのようなつもりで遊びますので、皆さんその手で、ご覧いただければと思います。はい、何するんだっけ。右下の開発ボタンを押せって言ってた。その前になんかいろいろ気になる、なんかなめこもうめっちゃ地上を歩いてんだけど、なんかやってるこの子が。開発室、移動、開発。あ、素材がない。素材お金が足りないのかな。まあいいや、とりあえず他のもん見てたらね進まないんで、あ、これね、手作り工房、これを建ててくれと。たけるくん、何これ、建てる場所、赤い。ここは、ここには設置できません。あ、こうやって空いてるスペースに建物を建てるんだよ。ここに建てよう、手作り工房。 OK。 お、なんか建築してるめっちゃスピード感ある建築風景だけど。手作り工房を建ててみよう。コンプリート。巣作りを始めるならまず施設を建てないと。右下の開発ボタンを押してみて。やった、手作り工房の完成だ。あ、そうだ、僕の仲間を紹介するね。今施設を建ててた2人だよ。とっても頼りになるんだ。こっちは大バサミナメコののこぞう。おう、俺は大工やってるぜ、よろしくな。だって、材料と設計図さえあればどんなもんでも建ててやっからよ。めっちゃ優秀じゃんのこぞう。それからナメコのカサリン、発明家だよ。私たちの言葉がわかるの、ナメコ学者さんかしら。のこぞうが使う設計図は私が作っているのよ。なるほど、のこぞうは建てる専門で、設計図はこのカサリンが作ってるんですね。困ったことがあったら何でも相談してね。二人は巣立ちの時から一緒なんだ。巣立ちっていうワードがいきなり出てきました。もう巣作りを自分でやるってことかな。みんなで頑張って巣を大きくしていこう。そういえば手作り工房を建てたんだっけ。せっかくだし何か作ってみようかな。ほう、それならいいものがあるわ誰だこいつ。今若い子の間で流行ってるかっこいい石よ。それはどんなもの。三角の石に紐が通してるし、尖っててかっこいいみたいね。三角の石に紐が通ってると尖っててかっこいい、なんかすごそうてん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 。ところであなたは誰なんかさ、昨日の発掘キットのジョッシュ君もそうだけど、なめこさんたちはね、ワンテンポなんかちょっとずれてますよね毎回。それがね面白いんですけど。手作り工房の親方をしているばあちゃんよ。かっこいい石を作るんなら暇な子に手伝ってもらえるかね。 OK、 みんなに話しておくよ。手作り工房でものづくり。手作り工房をタップ。作りたいものが選ばれていたら作るボタンをタップ。2個目を予約はさらにタップ。完成したアイテムはタップで収穫しよう。スワイプならまとめて収穫。ふんふん、まああれですね、農園ゲームの畑みたいなやつってことですね。ほう、かっこいい石を作る。あれ、あ、この赤い作るボタンを一個なんか置かれた。あ、でこれを待ってたら収穫できるのか、かっこいい石を。あ、なんかナメコは手伝ってる。あ、そういうことか、手伝うってちゃんとなめこさんがばあちゃんのところでかっこいい石作りを手伝ってますね。なめすけ、あ、名前があるの。追跡、こっちは、え、ちょっと なめすけ以外、おい、なめすけ追跡やめたいのよ。あれえ、追跡ってやめれないんだっけ。あ、いった、あ、キンタ、キンタもいいの。キンタの大冒険じゃん。どこへ行く、キンタ。タケル、あ、タケル、あ、こっちもいた。タケル触るとこっちも来ますね。はい、今ね、今日はダンボールナメコがこのナメコの巣作りシミュレーションゲームナメコの巣を遊んでおります。で、本当に序盤も序盤、始まったばっかりで今チュートリアルだと思うんですけど、あ、かっこいい石ができた。あ、かっこいい石を収穫した。
収穫っていうのか、回収したぞ。で、これ作るを押せば工房タップしたら作るボタンを押すだけよ。手作り工房で待ってるわ。かっこいい石作ったよ。かっこいい石ができたわね。やった、自分たちの巣で作られた石だと思うと一段とかっこよく見えるね。そう。あ、カサリンは冷静キャラなんだ。だいたいわかるぞ、ナメコのこのおとぼけ脳天気キャラとツッコミキャラがいるやつ。じゃあまた作りに来てね。はーい。そういや、工房で働いてから疲れたって言ってるやつがいるぞ。頑張って働いたら息抜きしないとね。そこら辺にある岩でも使って休憩できる場所でも作るか。いいね。働いて疲れたナメコは気分が下がります。休憩や遊びで満足するまで働く気が起きなくなっちゃうよ。やばいじゃん、疲れさせると枯れても安心。仕事や遊びで元気が減ってゼロになったらナメコたちは枯れナメコになっちゃうよ。でも家で休めば元通り。なるほど、働き詰めで気分が落ち込んだり逆にもう元気がなくなると枯れちゃうんだ、この巣の中で。せちがれえな。どうしよう、あ、開発かな。座れる石、座れる岩か。開発しますか。はい、どうしよう、どこに作ろう。お家の隣に作ろう。 OK。 なるほど、建物はこの一マスの建物と二マスの建物があるんだね。この小僧くんとカサリンちゃんが座れる岩を作ってくれました。やった、座れる岩の完成と思ったけどこれはただの岩だね。やっぱり俺もそう思ってた。さっき設計図を作るのは私ってめっちゃカサリン堂々とね豪語しておりましたが、これはただの岩ですよね。あ、後ろで座ってる。そして2匹座れりゃそれでいいのさ、何にもないよりマシだろ。やべえこいつら、もう僕の心を完全に読んでるです、読んでますね、話が、話の展開。そうだね。やば、まあ、チュートリアル終わった、早っ。基本的な説明はこれでおしまい。タケルと一緒に立派な巣を作ろう。なんかおお、なんかいろいろ開発できるようになった施設、開発できるようになったデコだって。さーて、これから何をしようかな。何でも建ててやるぜ。リクエストはあるか。ではわしの事務所を頼もうか。うわっ、おじいさんは誰。なんかこの巣若い子が多いかと思いきや、ばあちゃんとかじいさんばっかりですね、出てくるの。わしか、わしはさすらいのお宝収集家、人呼んでお宝王者。こんな感じのもの集めておる。怪しい。いやいや、師匠からこの巣のことを聞いてきたんじゃ、ちっとも怪しくないぞ。うん、そういえば巣の外にある掲示板にお願いが貼られていたぞ。作ったものを渡せば建設費用を稼げるかもしれんの。それでは事務所の件頼んだぞ。お宝収集屋を建ててくれ。お、OK。 流されやすいタケル君です。お願いを叶えて NP をもらおう。お願い掲示板に貼られたお願いを叶えよう。お礼に NP をもらえるよう、たくさん稼いで施設を建てよう。はいはい、毎日ボーナス、あ、これはあれかね、ログボですかね。巣の仲間たちのスキル名が気になるときはメニューの遊び方で確認じゃ。師匠、なめ玉をもらいました、100個。掲示板はこれかな。かっこいい石ください、かっこいい石を一つください。なめこさんに納品。納品ですか、納品しましょう。お、100円、あ、これでお金を稼ぐのか。なるほどね、わかったわかった。ここでまずかっこいい石を作り、これをで作って置いといて、でそしたらここでまたかっこいい石って、かっこいい友達が持ってるのを見て僕も欲しくなっちゃった。いろんななめこさんがいますけど基本かっこいい石は全肯定されてますね、大人気。私もかっこいい石を一ついただくわ。ヴィーナスなめこさんですかね、これすごい大人気じゃん、かっこいい石。あ、もうない、早くくれ、かっこいいじゃん、早くくれ。お願い掲示板の依頼を受けましたよ。
やった NP が集まったよ。お宝収集屋を建てられるぞ。開発ボタン押してみよう。開発ボタン、はい。ほんほん、どこに建てる？カサリンの開発室の隣でもいいか。どん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 建物ができてく。掲示板のコメントバリエーションが多くて好き。確かにいろんなナメコが欲しがってましたよね。経済の概念も学べるゲーム。マジ？あとはなんかあるコメント。そういえばお年寄り率割と高め。そうなんですよ。私まだレベル32。いいじゃん、レベル32。僕まだレベルランク1ですよ。はい、立てて。お宝収集屋の完成だ。よくぞやってくれた。これは住みやすそうじゃの。住むんだ。この建物は何なの？お主の集めたお宝をわしが管理する場所じゃよ。管理するだけなんだ。お宝をたくさん集めたら褒美を取らすぞよ。お宝を集めるとお宝王からご褒美をもらえるよ。お宝は冒険で手に入るからもう少し待ってね。あ、ランクアップした。なんか開発できるようにして。ランク2になったよ。それでは早速冒険に出てお宝を集めてくれんか。最初はその辺に空いているモグラの穴あたりがいいじゃろ。1階にあるモグラの穴は埋まっていて入れないよ。うむ、洞窟管理の専門家を呼ぶか。いくらか費用がかかるから NP を貯めておくんじゃ。オッケー。何をするにはやっぱね、先立つものがないとつうことですな。 NP を稼ぐにはここでかっこいい石をひたすら作るしかないんだな。お急ぎ行ったんじゃん。あ、石でお急ぎ。あれ、さっき石もらった、100個もらったよね。あ、プレゼントだ。あ、なんかいろいろある。工事中看板とかあるじゃん。全部受け取る。あ、事前登録キャンペーンのプレゼントとかももらえますね。事前登録は5年前に終わりましたけどね。はい。どうしよう。時短するか。でも20秒時短するか。いや、しよう。だって150個もあるし、弾。はい。これでどどん納品。あ、この配信はですね、ダンボールなめことなめこさんでやっておりますが、あの配信スタッフとしてクイス君というね男の子も一緒に参加しておりますので、時々声が聞こえるかもしれません。そんな時はね、クイスと呼んであげてください。やった、 NP が集まったよ。こんにちは。洞窟処理のものですが、ちょっと怖い人が来た。ちょうどいいタイミング、よろしくお願いします。あ、すみません、依頼主以外の指示は受けかねます。なんかしっかりしてんな。ええですよね。ご指示はお宝王さんを通してお願いします。めんどくさ。マニュアルですので。めっちゃマニュアルなめこきた。あ、はい、そりゃそうなるよね。おお、洞窟修理屋ではないか。来ておったのか。はい、洞窟修理屋のロックと言います。ただいまこちらの方から洞窟修理の依頼をされたのですが。そやつがこの巣のリーダーじゃ。言う通りにしてやってくれ。はい、承知いたしました。結局タケル経由で普通に受注してくれるんですね。壊れた施設や洞窟を修理すれば元通りになるよ。特別な建物が多いから頑張って材料を集めよう。だそうです。これか。 240NP。 あ、ある、大丈夫。じゃあこの、おお、ロックが修理してくれるのか。そうか、建てるじゃなくて修理の場合はロックがここやってくれるんですね。モグラの穴の修理、よし、修理完了です。やった、これで冒険に行けるよ。お、開通したようじゃの。冒険でお宝を見つけたらわしのところに持ってくるんじゃぞ。タケル君はそれでいいのかな。自分が見つけたお宝をお宝王に献上する生活で彼はいいんでしょうか。ナメコたちが冒険から戻ったらお楽しみの報告タイム。どんな冒険をしてきたのかな。冒険に行ってくれんの、ナメコは。タップして選択。あ、キンタとナメスケがいるじゃん。なるほど、キンタ、え、今キンタに行ってきてもらえばいいの。冒険に出発。冒険出発。
あ、これ冒険に行ってるところは別に見れるわけじゃないよね。帰ってくるのを待ってればいいのか。そうか、だってね、我々は巣作りのお手伝いをしているだけで冒険に行ってるわけじゃないからね。はい、じゃあ作って作ってお急ぎで、はい、なめ玉でどんどん使おうね、どうせタダだし。はい、回収して、お急ぎで作って、はいはい、どん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 作っちゃいますよ。どん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 作ります。はい、とりあえずこんぐらいでいっか。はい、で基本はここでかっこいい石って、かっこいい、これさっき読んだから別のやつにしよう。流行っているんですか、かっこいい石が流行ってるって本当ですか。とりあえず2個ほど欲しいです。流行ってるのが分かんないのにとりあえず2つもらえる、もらうってなかなかこの子はチャレンジャーだな。はい、あげます、ありがとうございます。かっこいい石欲しいな、かっこいい石を1つ欲しいんですが、ありますか。あげましょうあげましょう。はい、どんどん、まだね6個ぐらいある、5個ある。かっこいい石を1つください、あげるよ、全部あげる。はいはいはい、かっこいい石、ね、お金を稼がないと、お金を稼ぐぜ。おい、どんどんお願いが復活してくるよ。か、最近かっこいい石がいい感じだって。はい、でそうこうしてる間に1個収穫して、また作ってと。この後はどうしよう。あ、戻ってきてるかな。結果報告、薄暗い道、柔らかい道、デコボコの道、完璧ボーナス。なかなか楽しめました、もう一度行ってこい。なんかいろいろアイテムを持ってきましたね。あ、トレジャーボーナス、はいはい、なんかメダルがもらえた。モグラなんない冒険に行こう、帰ってくるまでが冒険だよ。無事に冒険から帰ってきたよ。お宝見つかったかな。カレナメコでも冒険行けるようだって。で、このお宝を、あ、勝手にお宝王にか、なんかくれるんだ。お宝でもたくさん集めれば褒美も豪華になるぞ。よし、頑張るぞ。すみません、洞窟修理のものですが、修理後の洞窟は問題ございませんでしたか。バッチリですよ。では、私はこれで失礼いたします。マニュアルでは依頼主以外から指示を受けられませんので、次回ご利用の際はタケルさんからご利用、ご依頼いただけると助かります。それでは、てん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 、なんじゃ、頭の固いやつじゃの。岩なめこですからね、頭が固いんですね。お、ランクアップ、あー、ランク3。あ、なんか、え、この開発できるようになったデコいいじゃん。このなんかさ、モグラとかいいじゃん。ランク3になったよ。せっかく冒険に行けるから隅々まで探索したいな。冒険先で怪我したりしないように何か身につけてみようかな。そしたら私みたいに帽子でもかぶってみたら。カサリンは帽子を作れる？デザインが大事なものはちょっと苦手かな。そうですよね、この人はただの岩を置いて、休憩所って言い張ってる、設計者ですからね。そういうことならわしの知り合いの帽子屋を呼んでやろう。え、本当？では帽子屋を建てる。素材を集めて待っているんじゃな。オッケー。カチコチ粘土を集める。さっきカチコチ粘土あったよね。帽子屋の素材集まったよ。たけるよ、約束の帽子屋じゃ。ここに自分のお店を持てるなんて、帽子作り頑張ります。わあ、素敵な帽子だね。いえ、これはキノコの傘なんですが。帽子だろどう見ても。これはね、帽子じゃなくてキノコの傘らしい。え、絶句してた。さあ、帽子作りができるよう早く帽子屋を建ててください。開発、帽子屋開発しますか。 OK。 あ、みんないろいろコメントいただいておりありがとうございます。ちょっとコメントを見たいんだけどね、どこ触っていいかわかんないんだよね。私も枯れたまま行かせてんわ、堅物すぎてかわゆい岩なめこ。
なめたまあまり使わない方がいいですよ。やべえ。なめたまあんまり使わない方がいいですよって言われてる。取っといた方がいい。帽子屋の完成だ。ありがとうございます。早速仕立てを始めましょう。帽子屋に来たらまずは帽子を作る。なめこの種類を選んでくださいね。どんな帽子ができるんだろう、楽しみだな。装備を作ろう。なめこたちの装備を作って作った装備でおしゃれに決めよう。なめこの能力が上がる装備もあるよ。だってここで作るってこと。あ、なめこ選んで、あ、こういうの作れるんだ。素材いりません。どれ作る。青い帽子、青いニット帽、黄色いキャップ。今作れるのはこの3種類。ちょっと皆さん考えて、どれ作ったらいいですか。青い帽子、青いニット帽、黄色いキャップ、どれ作ったらいい。今ね、皆さんの反応を。青い帽子、黄色、キャップ、黄色、青いニット帽、ニット帽、ニット帽、黄色、青いニットと黄色い帽子が人気ですね。じゃあ僕の独断と偏見で黄色いキャップにします。作る。はい、早く作ってくれ、急げ。なめたま1個だから。もう出来上がり。パンパカパーン、フィニッシュ。あれ、今帽子かぶってたね。帽子ができましたよ。わあ、今度こそ素敵な帽子、またのご注文お待ちしてます。あ、そうそう、完成した帽子はぜひ身につけてみてくださいね。出来上がった帽子を早速装備。なめこをタップして詳細から装備を変更できる。ランクアップした。ランクアップ4。ちょっと待って、もうね追いつかなくなってきた。ランク4、冒険も楽しめたことだし、新しい仕事を増やそうかな。それなら根っこ切りバーどうだ、便利な素材が取れるぞ。それはいいかも。都会の巣を目指すには立派な建物を建てないとね。最近人手が足りなくない、新しい仲間を増やしてほしいな。なんかいきなり要求が増えてきたぞ。根っこ切り場を建てるのと新しい仲間を増やせって。どうやって仲間を増やしていればいいんだろう。地上にある小屋を修理したら使えるそうだよ。よく知ってんじゃん。通りがかりのナメコたちの休憩所にしましょう。カサリンは休憩所が好きなナメコですね。休んでいるナメコをスカウトするんだね。そういうこと、よろしくね。仕事と仲間どっちから進めようかな。そうだね、根っこ切り場を建てるか休憩所を再建するか。ちょっと休憩所が気になるから。あ、カチコチ粘土が足りねえじゃん。そっか、ここで洞窟から帰ってきたナメコの、あ、なんか臭かった。役立たずめ。粘土を拾ってこい、粘土。もう一回行ってこい。はい。で、その、あ、なんか、あ、ナメスケから 5NP もらった。ありがとう、ナメスケ。装備、なんだっけ、装備。詳細から？これか。装備変更。黄色いキャップ。OK。あ、帽子かぶってる。見て、この右上、左上。ナメスケが帽子をかぶってます。で、かっこいい石も集めて、作って、売って、売って、売って、で、まだ冒険行って、なんだこの地蔵は。お、冒険メモ2件目よ。ナメコインがもらえた。お、早送りチケットももらえた。これ時短アイテムか。そっか、さっきの早送りチケットをさっさともらっておけばなめ玉を割らずに済んだのか。失敗した、完全に失敗した。目標、根っこ切り場を建てよう。根っこ切り場はこれ必要な素材がないってこと。粘土いるじゃん、粘土いるやんけ。倉庫はなんだ。さっきさ、なんかデコをもらったよね。あ、もらいましたね。これだ、アプリリリースの花
花は開店のお祝いのやつだ。あ、これ好きな場所に置けんだ。じゃあ入り口に立っておこう。来た人をお出迎えするために、はい、あとはでこ工事中直したけど洞窟の入り口に置いとこう。さっきさ、なんかさ、かわいいさ、飾り付け。なんかさ、かわいい置物みたいなのなかった？作れるのじゃ。作れるのか、うん、どこから作るの？開発か。課金じゃない。開発、ここ？うん、で、デコを押す。デコを押す、はい。あ、ここで作れるんだ、うん、あれなんかモグラ、あ、モグラはランクをクリアしたらもらえるようになるよってこと？特別でこうかな。あ、そういうことか。いますね。あ、モグラいるじゃん。モグラ欲しいのに NP が足りない。あ、600、え、これなんだろう、意味あ、これ別に多分置いてもそんなに意味ないんだ。じゃあモグラの洞窟の入り口にモグラを置こう。工事中だぜみたいな。で、帰ってきた。ちょっと粘土マジで持ってきた。何このぐるぐるのやつ。奥は真っ暗だったよ。知るか。もう一回行ってこい。あれ、冒険も早送りできる。あ、冒険も早送りできる。冒険まだね、早送りできないっぽい。あれ、近道ナビ。お、なめたまで、はい。あ、近道、近道。あ、まだ1個しかないよ。行ってこい。あ、だって2ついるよね。2つが必要ですね。あと1個。あ、でも根っこ切り場は1個でよかったんだっけ。あ、やばい。さっきモグラを買ったせいで根っこ切り場が建てられない。さっきモグラの置物を買ったせいで根っこ切り場を建てられないぞ。のこぞうただでやってくれないんだ。チケットの存在を忘れている。チケットの存在を忘れているだと。あ、早送りチケット。あ、ほんとだ。え、でも60分も時短できんの？それも1分43秒だもん。だったらなめたまでいいよ。はい。で、石を2つ売りたいんだけどな。あ、3個売れるじゃん、これ。かっこいい石って流行りすぎだと思わない？今のうちに別の使い道を考えておこうと思うの。あー、なんかあれですね。ちょっと、カサリンはアクセサリーとしてではない用途を考えようとしてますね。かっこいい石に。本当にあるのかわかんないけど。あ、たまった？やったー、根っこ切り場を建てられるぞー。どこに建てよう、ここに建てよう。めっちゃさ、みんな舐め玉使ったら後悔するって言われるんだけど。いいじゃん、別に。いいんだよ、足りなくなったら買えばいいんだから。根っこ切り場の完成だー。よー、根っこ切りなら任せてくれ。なんかめっちゃムキムキのまっすぐな猫が来た。勝手に根っこを切ってるから気が向いたら手伝ってくれよ。あと回収も頼むぜ。根っこ自体には興味がねえんだ。こいつもまた別の意味でやばいやつですね。それは根っこを切ることを生きがいにしているまっすぐな猫。しょうがないやつだな。切ったら切りっぱなしかよ。ほっといたら施設が根っこでいっぱいになりそうだな。時々施設を見てみようかな。根っこ切り場のような生産施設では指定したアイテムがどんどん作られていくよ。収穫の仕方はいつも通り。OK。なるほど。工房系は自分で置かないと作れないけど、生産系の場所は、まあこれ畑ですよね。勝手に作られると。え、急がせたらどうなる？あ、これこそいいじゃん。60分のやつを使っちゃおう。うん、いけ、もうできた。根っこが6本ぐらい。
やったぜ。根っこを2つ集める。根っこ切り場を立てたら根っこを集めてみよう。いい根っこが取れたね。いい根っこなんてあんの。根っこは施設のアップグレードに使えるみたいだね。お願い掲示板にも根っこが欲しいって依頼が出てくるかもな。新しい仕事ができて、住の生活に張り合いができたね。ってことは、根っこは売ることもできるし、施設のアップグレードにも使えると。施設のアップグレードってどういうこと？これか。アップグレード。え、ここにも粘土いるじゃん。粘土めっちゃ重要じゃん。アップグレード。あ、今度は石？石かよ。石をこれで、あ、今びっくりマークついたね。アップグレード、そういうことね。はい。あ、よくわかんない、見た目ではわかんないけどアップグレードしたらしい。あ、ミスやった。あ、本当だ、置ける場所が3つになってる。ってことはこの生産効率が良くなるんですね、アップグレードすると。意外と根っこがだりーなぁ。あ、11個も使わないといけないの？使っちゃうよ。ブラックって言われてる。いい根っこ、いい根っこ受けてるよ、たけるくん。え、で、どうするんだっけ？どうするか分かんなくなったら、この目標を押して。あ、そうだ、忘れてた。旅人休憩所を直さないと仲間が増やせないんだった。ああ、戻ってきたね。はい。おい！おいなめこ！おいなめこ！粘土を拾ってくるのか、来ないのか、どっちなんだい？拾って、こーない！パワー！やばいじゃん、粘土全然拾えないんですけど。近道行ってくれ。あ、スペシャルチケットで。あ、スペシャルチケットで。なるほど。これのこと言ったのか、チケット使えって言ったのは。来た！来た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 ！粘土来た粘土来た！粘土来たぜー。直すぜ。おー、NP が足りない。あれ？粘土も足りなくない今。いや、NP が足りない。NP が足りないだけ？ 250。じゃあ打って、なかなかナメコの巣を大きくするにも一筋縄じゃいきませんね。ちなみに、休憩所にも NP が。あ、休憩所にも、あ、本当だ。あ、こういうのをね、細かく回収していったらいいんだ。さっきさ、ただでもくれたよね、なんか。あ、そうだね、ナメコたちのナメコが、あ、やばい。あ、か、しまった、なめこが持ってる贈り物を回収する前に枯らしちゃったから、今家で休憩してる。しまった。あ、違う、今ここで家のグレードアップをすると旅人休憩所が建てられないから、で、粘土も足りないってことは、粘土の回収をして、粘土来なーい。粘土くれー。粘土をくれ。粘土をくれ。はい。粘土ください。あ、来た！来た、粘土。なんか臭かった。いいんだよ、臭くて。粘土を大量に持って帰るまでは、もう一生洞窟を探検させる。はい、施設直します。ナメコ使いの荒いダンマネさん、違うナメコにしたら拾ってくるよ。いや、そうなんですけど、違うナメコいないんですよ、今まだ旅人休憩所が直ってないから。ああ、終わった。旅人休憩所の修理が終わったよ。旅人休憩所は通りがかるナメコが休憩する場所よ。休憩中のナメコがいたらスカウトして仲間になってもらおう。少し時間が経ってから覗いてみようかな。休憩中のナメコをスカウトできるよう、お願いを叶えて仲間になってもらおう。仲間とさよならしたい。そんな時が来るかもしれません。いや、来ない。来ません。来るかもしれません。ナメコ情報のさよならを押すとさよならできますよ。
はあはあ、巣の中から出てってもらうってことですね。お、休憩してるじゃん、寝てんじゃん。よし、仲間になれ。なめたろ、なめたろ、え、なめたろ、お金いるのせちがれーよ、このゲーム。もう何でもかんでも NP をよこせ、 NP をよこせと。かっこいい石もね、あのただじゃできないんですよ、これ。待たないといけないんだから。これお急ぎ使いまくってるけど。え、 500NP ぐらい必要だったよね、さっきね。あ、500。3個のやつを納品して、そしたら、あれ、あと 50NP、 55NP いるじゃん。あー、石が足りない、石が足りない。そして、おー、粘土きた。臭いところは通り過ぎたいな。たけるくんは何かしてくれんのかい。お、石ができてるから石を打って、石を打って、なかなか忙しいっすな。よし、なめたろ、来い、うちにぎ来ないか。ジョイン、お、仲間になった、なめたろが。しゃあねえな、なめたろにもなんか買ってやっか。あ、黄色いキャップつけれるの。みんなに黄色いキャップかぶせようから。そしたら、ようこそ、新しい仲間が増えたよ。やったわね、これです。冒険も巣も巣の仕事も一緒に進められるわね。仲間が増えたから巣に活気が出てきたね。もっと仲間を増やすには住める家を用意しないとね。それまでは今の仲間で頑張っていこうね。ランクアップ、開発できるようになった施設、 OK。ランク5になったよ。新しい仲間と仕事が増えて少しは都会っぽくなってきたかな。いや、なってないと思うけどな、俺はな。住みやすくなってきてはいるけど、都会って感じじゃないような。カサリンは僕と一緒ですね、考え方。今のところ間違いなく田舎の巣だよ、ここは。タケル君、みんなから踏んだり蹴ったりですね。ガーン。焦らず進めた方がいいんじゃない。まずは今できそうなことを考えましょう。そうだな、今ある施設を改良してみろよ、便利になるんだぜ。手作り工房だったらロープを作れるようになるぞ。アップグレードか、いいね。なんと、ばあちゃんロープ作れんの。500NP もいるじゃん。もう大変ですよ、なめこの巣ね、大きくすんのは。はい、さっきだってさ、1匹スカウトしちゃったから、もうすっからかんだもん今。他にお金稼ぐ方法ないの。あ、置き忘れてた、やべ、置き忘れてると。で、あ、やばい、また置き忘れた。置いとかないといけない、これちゃんと補充されないから、工房は。あ、4個、4個セット入れんじゃん。少し前に流行ったものですが、かっこいい石をまとめて手に入れられませんか。かっこいい石、かっこいい石の流行りもう終わっちゃったんだ。かわいそう、かっこいい石。あ、粘土も売れるじゃん。あ、どうしよう、粘土売ったら、施設のアップグレードができない気がする。ほらね、やっぱりね。ちょっと学習したよ、僕。必要素材が 500NP と粘土と根っこ。アップグレード、やったー。手作り工房が便利になったよ。根っこを加工してロープを作れるみたい。おお、なるほど。え、根っこからロープをできるー。根っこの柔らかいところをほぐして編み直すんだぜ。何それ、ちょっとやってみせて。カサリン、すごい好奇心旺盛です。そしたらロープをいくつか作ってみよう。ばあちゃん、ここで、あ、そっか、さっき置いちゃったから、これでロープを選んで作る。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。石は素材いらないけど、ロープは根っこがいるのか。そうか、根っこをほぐして作るから。
なるほどね、分かってきたよ、このゲーム。今はナメコの巣というシミュレーションゲームをね、遊んでおります。ナメコの巣作りシミュレーションゲームでございます。あ、3000人、ありがとうございます。でも今日の配信はね、あと10分ほどでね、終わろうかなと思っておりますが、今日はナメコの巣というナメコの巣作りシミュレーションゲームを遊んでます。ダンボールナメコと、映っておりませんが、ナメコさんとでね、今日はナメコの巣というゲームを遊んでます。はい、で冒険に行って帰ってきた方からお宝をもらい、あ、地蔵、あ、ナメタマもらったじゃん。さっきから、さっきはね、ずっと使ってたけど、ナメタマもらえたよ。これさ、一括で受け取れないよ。一括では受け取れない臭いですね。はい、でプレゼントから受け取り、こっちは一括の受け取りがあると。 OK、 はい、じゃあ皆さんどうですか、この後はどこまでやる？ランク6に上がるとこまでやろうか。ナメコさん、ランク6に上がるとこまででいい？はい、じゃああと何したらいいんだろう、ランク6に上がるためには。やばい、結構先が長いかも。ロープを作っての、座りやすい岩を建てのアップグレードを3回しの、座れる岩をしまって空きを作る、アップグレード、こいつはまだアップグレードできない、こっちもできない、材料は足りない。え、なんかある？これはだから石は売っていいけど、あ、休憩所のアップグレード、ここ、お、いや、あ、石さっき売っちゃったからダメだ、これ時間内にランク6に上げるの無理なんじゃないかな。いや、できると思います。できる？うん、できると思います。クリスはできると言っております。僕はできないと言っております。臭い冒険先にはまたナメコを発見します。どうしよう。え、でも今ここでなんか売っちゃうとダメだから、まず冒険の周回を早めよう、チケットで。はい、冒険の周回を早めて一回行って、なるほどね、どういう効率をね、いい巣作りができるかを考えればいいんだな。で近道でどんどん、え、ちょっと全然粘土拾ってこねえじゃん、この人。あれだね、ステータスが低すぎる。あ、ステータスが低いから、もうちょっと成長してもらわないといけないのか。せめて、あ、来た。あ、でも1個しか拾ってこなかった。よし、これでどっか行けんじゃない？お、ロープもゲット、ロープゲットで、おお、カザリンのロープできたよ。へえ、なるほど、こうやって作っているのね。じゃあこのロープはカザリンにあげるね。どう作るか知りたかっただけだからいらないわ。カザリンめっちゃつぶらなお目目ですね。素材にするか欲しい人にあげちゃっていいからね。あ、そうなんだ。寂しい、タケル。カサリンはタケルくんの心をもてあそんでおります。ソロ、あ、アップグレードできんじゃん。いい？これ、アップグレードしちゃって。根っこ切り場。ほい。あ、お弁当持ってる。弁当持ってるよ。NP25 もらった。え、こっから先、こっから先どういう順番でやったらいい？石が2つあれば、ベンチの石を2つで、とりあえず、ロープを作りの、ベンチのアップグレードを C ので、
よしよし、いろいろアップグレードしたよ。どんどん住みやすい椅子にしなきゃね。いけんじゃない？あ、座りやすい岩を作り、座りやすい岩をしまえば OK。 おい、いけんじゃん。 500NP。 さっきのロープ売ろう。え、ロープ売れねえじゃん。全替え。あ、まだロープ買ってくれる人はいないんだ。粘土を、粘土で遊びたいんだけど、カチコチ粘土ってどうやって柔らかくするの？知るか！納品しよう。ただ売りつけてやる。これでいける。座りやすい岩、どこに建てよう。あ、来た。 OK、 よし。これでランク6、これを建ててしまえばランク6に上がれる。座りやすい岩を建ててみよう。座りやすい岩の完成だ。これはすぐアップグレードできそうだね。マジできねえんだよ。俺は常にカツカツだからよ。あれ？でもあと座れる岩をしまえば、移動の倉庫へ。よし。あれ？あ、違う。座りやすい岩じゃなくて、座れる岩をしまわないといけなかったのか。これはなかなかトラップですな。トラップってか読んでなかっただけだけど。よし。この巣の中に休憩施設が1個もなくなったぞ。施設を倉庫にしまえたね。スペース不足の時は使わない施設をしまうといいね。なるほど。必要になったらまた倉庫から出せば使えるよ。だって、ありがとうございます。ちゃんと予定通りランク6終わりましたよ。ランク6行きましたよ、ちゃんと。あ、しかも新しく通りかかるレアナメコ増えてる。こっから先白ナメコと鬼ナメコが仲間になるようになる。ランク6になったよ。施設をアップグレードするとどんどん便利になるみたい。それは知ってる。さっきね、散々アップグレードしたから。効果が上がったり、作れるものの数や種類が増えるのか、こまめにチェックしなきゃね。おーい、知ってるか？最近のことなんだけどよ、この辺で見かけなかった種類のナメコが通りかかるみたいだぞ。ふむ、多少はこの巣の評判も広まっているかもしれんの。お前はお宝をタケルから取り上げてるだけだろ。お宝を。本当嬉しいな。これも何かの縁じゃ。彼らをスカウトするがいい。じゃあその前に家を建てるか。狭い小屋ならいけそうだぜ。オッケー。ちゅうことでね、こっからさらに家を増やし、仲間を増やして、どんどん巣を大きくしていくタケルさんの物語はまだ始まったばかりなんですが、まあ、ちょっと今日はね、お時間なのでこの辺りにしておきつつ、なんとあのナメコの巣では皆さんの、まあ、プレイヤーの皆さんの巣がどんな風になっているのかを、お互いにチェックできる機能がありません。ないので、公式サイトの方で皆さんの巣を鑑賞する、ための、企画を毎月やっております。それがですね、こちらなんですけれども、ナメコの巣みんなのナイスという、ナイスな巣をね、投稿していただく、企画をやっております。でこちらでは毎回、いろんな巣を、お、すごい、新人ナイス賞、タケムーさんの作品、雪と星の降る隠れ家的喫茶店、すごい、こんな風にもなるんですね。佳作ナイス賞、石川さん、パン屋でアルバイト、本、なんか4コマみたいになってる。本日もパン屋営業中。なめこ愛好家 R さん、パン作りの体験を始めたっす。みんな楽しそうにパンを作ってくれて最高に嬉しいっす。酢のパンですからね。柏餅さん、職業体験、小麦の子栽培、パン作り、販売、接客がみんな体験できるよ。そうか、テーマがパンだったんだね、この時はね。最優秀ナイス賞、なめこゆきさん、ガーデニングショータイム、すごい、お花見みたいになってます。団体さん、お月、遠足の子も楽しんでくださいね。顔出しパネルで記念写真どうぞ。
顔出しパネルにすげえ怪しいやつがいますよ。で、マサルが顔出しパネルでなんかやってますけど、すごい、こんな風にね、いろんな巣を飾りつけたりとか、なんかお花見のフロアになってますけど、という感じでお楽しみいただけますなめこの巣でございました。はい、じゃあ今日の配信は一旦こんな感じでスタジオに戻ってきましょうか。はい、はい、というわけでお疲れ様でした。なめこの巣を一番最初からやるというね、まさに5年ぶりに体験したあのなめこの巣でしたが、皆さんいかがでしたでしょうか。はい、なめこの巣、ね、巣作りシミュレーションゲーム、なめこさんはどうでした。うん、もっといろいろな巣作りを見てみたい。頑張って作ってた、冒険もいろいろ何度も行かされて大変だったね。臭かったんだ。ね、これからも毎日、巣作りのためにね、臭い洞窟に波子さんに入ってもらおうかと思いますが、はい、こんな感じでミナティブ配信お楽しみいただけたかと思いますが、なめこの巣で配信をして、特別なミナティブ内で使える特別なリボンがもらえるキャンペーンを6月5日まで開催しております。旦那名はあの公式の中の人なのでランキングには参加できませんが、皆さんにはぜひ、参加いただいて、配信をしてランキング上位を狙って特別なリボンをゲットしてみてください。で、配信をしなくても興味のあるなめこの巣の配信者さんや、あとは同時になめこ発掘キットや元祖なめこ栽培キットでもキャンペーンを開催しておりますので、ぜひチェックしてみてください。はい、2日間にわたってお送りしてきましたダンボールなめことなめこさんのミナティブ生配信、また次回前回ね、3月24日から、2ヶ月約2ヶ月越しに配信しましたが、また次回いつになるか分かりませんが、タイミングを見て、ね、こんな感じで配信できればいいかなと思っております。はい、来週は金曜日に夜8時から、YouTube ライブの方で生配信やっておりますので、そちらもぜひ皆さん見てみてください。そちらではですね、実況プレイではなく、まあ、バラエティ番組といいますかラジオのようなノリで私となめこさんで、配信をしております。ボールなめこ日本花金というね、花金の夜をふっと楽しくする30分間の生放送やっておりますので、そちらもぜひチェックしてみてください。来週はなんとゲスト会ということでゲストも登場するそうなんですが、楽しみにしていてくださいね。はい、なめこさん何かありますか最後。どんどん盛り上げていきたいと、はい、皆さんもぜひミナティブで、ね、配信したり皆さんの放送を見てみてください。はい、というわけで、またお会いしましょう。ダンボールなめことみんなのヒーローなめこさんでした。またねー、バイバーイ。